今日の動画は日本と海外のアニメ事情を比べていこうと思うぞ。同じ名前のキャラクターでも日本と海外では全くキャラデザが違うから比較してみんなの好みを探っていこうぜ。日本と海外ってアニメだけは日本の圧倒的勝利だよな。やっほほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今日は、最近俺らのチャンネルでもブーム。日本と海外のアニメを比べてみた。同じ名前のキャラクター編だ。チビゾー。海外のアニメとかで日本のキャラと同じ名前でも全然キャラデザが違ったりすること多くないか？言われてみればリメイク作品とかでも全く違うやつが多いかもな。特に神様がモチーフとかだったら特に感じてしまうぞ。おいおい、今日の動画のネタバレになってしまうだろ。そんなわけで今日の動画は日本と海外のアニメ事情を比べて日本のアニメーション力を再度確認していきたいと思うぞ。好評だったら第2弾もあるかもだから気合い入れていこうぜ。というわけで前置きは終わり。それでは本編に行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まず紹介するのは前回少しだけ紹介させてもらったこのキャラだ。単純に出会いを求めるのは間違っているだろうか、通称ダンマチに登場するヘスティアだ。ダンマチは結構な人気作で俺も知っていたけど、海外でも同じ名前のキャラクターが存在するなんて知らなかったぞ。実はそうなんだよ。今日の動画で紹介する大半のやつは北欧神話やギリシャ神話をモチーフとして作っている作品で、ダンマチもギリシャ神話などがモチーフになっているぞ。それは海外とも被るよな。それで海外のヘスティアはどんなのなんだ？やっぱり可愛いよな。これが海外で噂のヘスティアだ。うん、画像間違ったりしていないよな。もちろんだ、正真正銘これが海外ゲーム、ハデスニに登場するヘスティアだぞ。日本の大勝利で草。一発目からポリコレ全開の黒人を投入してくるとは。これも海外のヘスティア彫刻バージョンだが必要だ。これ以上日本の勝利を確実なものへ押し上げるんじゃねえよ。やっぱり海外のアニメ関係って理解しがたいよな。チビゾーがさっき言った通り、ポリコレなども関係してくるから必然と黒人キャラクターが増えるようになってしまうんだ。しかし海外の別ヘスティアは頑張っていたぞ。これは幻想神域という台湾発の RPG ゲームだぞ。おいおい、日本のダンマチヘスティアに並ぶくらい可愛いじゃねえか。やっぱり海外でもアメリカとかはポリコレが厳しいから難しいんだろうな。最近はすぐ太らせたりすぐ黒人にするからな、アメリカは。といった感じで今日は日本と海外を比べていこうと思うぞ。次はこれだー。ギリシャ神話でおなじみの、ゼウスだぞ。ゼウスは男の子全員好きな気がするのは俺だけか？全知全能の神って肩書きがかっこよすぎる神だよな。チビゾーがここまで詳しいというのでわかると思うが、いろんなところで擬人化されたりアニメでも登場してるよな。海外のゲームやアニメではこんな感じに表現されているぞ。まあこれに関しては俺らの共通の認識と言っても過言ではないな。雷とかを操って攻撃するという強すぎる神的な存在だぜ。それじゃあ日本のゼウスを見てみようか。これがワンピースに登場する、ゼウスだぞ。俺の思ってたキャラクターじゃなかった。これは日本アニメ界でもなかなかの異端だろ。まあ同じ名前という縛りでやっているこの企画だ。モチーフが全く一緒というのは保証できないが、ライオンということでもしかしたら神のゼウスがモチーフと言われているぞ。おいおい、もっと日本も対抗できるキャラクターを出してくれ。それじゃあこれだ、週末のワルキューレというアニメに登場するゼウスだ。おお、これはなかなか違いがあって面白いな。海外のゼウスはがっちりしてでかいというイメージだけど、これは老子的な立ち位置で違う雰囲気があるな。おっと、これを紹介するのを忘れていたぜ。戦う時はゴリゴリだぞ。そこは海外と解釈一致なのかよ。でもちょっとした違いを見れて楽しめたぜ。余談なんだが、ゼウスが概念になっている作品も日本ではあるぞ。これは稲妻イレブンのゼウス中学だ。全知全能の神の中学とか最強すぎるだろ。でも俺は世代だからめちゃくちゃ好きだぜ。エースがアフロディーテをモチーフに作られたキャラだったりするから神話とかが好きな人は楽しめると思うぞ。それじゃあ次のモチーフの紹介だ。古代エジプトの王女、クレオパトラだな。絶世の美女とも言われていたからこれは楽しみだぜ。クレオパトラってみんなの中にちょっとしたイメージがあるから、二次元で表すのが一緒になりそうだな。海外は日本の得意分野、二次元では戦わず三次元だ。まず先行は海外のクレオパトラからだぜ。これがクレオパトラ。やっぱり海外特有の黒人化でめちゃくちゃポリコレ要素詰められてるな。最近の研究ではクレオパトラは黒人だった説も少し出ているからそこら辺忠実だったのかもしれないぜ。それはすまん、俺の知識不足だったぜ。それで日本のクレオパトラはどんな感じなんだよ。
これが日本風に描かれたクレオパトラだ。こりゃ可愛すぎる王女だな。日本ならではの萌え要素も付け加えられてなかなか俺は好きだぞ。今風の絵柄になっているのもポイント高いよな。やっぱり日本人は忠実さよりも可愛さを重視しているぞ。まあ日本で放送、発売されるものだったら絶対こっちの方がいいもんな。これだったらクレオパトラじゃなくて、パトラちゃんって呼べちゃうぜ。他にも日本にはこんなクレオパトラがいるぞ。これは漫画界の巨匠、手塚治虫先生原作のクレオパトラだ。美しすぎんだろパトラ様。俺らもこうやって歴史を学べたら今頃世界史の成績が良かったと思うぜ。確かに今はアニメとかでも歴史が学べるから羨ましいよな。やっぱり手塚治虫先生はクレオパトラにも可愛さを持たせてくれるいい人だぜ。それじゃあ次のキャラクターに行こうか。次は三国志に出てくる、関羽だぜ。おお、三国志といえば男のロマンって感じがするよな。でもこんなむさっ苦しいおじさんをどうやってキャラにするのか、見物だな。よーし、それじゃあ海外の方から見ていこうか。お得意の実写化だぜ。これはもう本家すぎて突っ込むものも突っ込めない。おじさん感丸出しで実写化は面白みがない気がするぜ。なんで擬人化に面白みを求めてるんだよ。チビゾウは日本のキャラで脳がやられてしまっているな。そうかもしれないぜ。だから早く日本の関羽殿を見せてもらっていいか。これが日本が誇る関羽のキャラクターかだ。だから日本は性別そのままで勝負しろ。なんで関羽って心構えしてるのにセクシーお姉さんが出てくるんだよ。これがジャパニーズスタイル、と言ってしまったら片付く日本だ。この片付け方はもうイリュージョンだろ。でも日本の関羽の方がより素人って思ってしまうスケベ心だよな。日本でのキャラクター制作は俺たちユーザーの心を読んでいるんだよ。それじゃあ次のキャラクター行こうか。これはヘラクレスだぜ。名前はよく聞くし、キャラクターになっているのは知っているぞ。でもヘラクレスって具体的にどんなキャラクターなんだ？簡単に言うとめちゃくちゃ強くてギリシャ神話の英雄らしいぜ。だからキャラクターになるときは強く書かれているんだよ。一番有名なところで言うとディズニーのキャラクターだな。これだよこれ。これで名前も知ったしイメージも定着してるんだよ。だから日本はよりイメージを超えてこなければいけないハードルがあるぞ。俺もそれは思ったぞ。だから海外の別ヘラクレスも見ておこうか。これはゴッドオブウォーというゲームのヘラクレスだぜ。さすがに強そうすぎる。強いってイメージはあったけどここまで最強感付け足されたらゲームの方で固定概念が定着しそうだぜ。このゴツゴツ感とか男は絶対好きだよな。これと戦うゲーム、なかなか楽しそうだぞ。それじゃあ日本のヘラクレスを見ていくぜ。さっきも登場した週末のワルキューレのヘラクレスだ。かっけえ。さっきのゲームヘラクレスで初めて海外に軍配が上がると思ったけどこれは日本のアニメ好きの心をわしつかみにするキャラデザだな。そうだろ？しかもこれでしっかりと強いという嫌いな人はいないキャラクターだぞ。さすが日本、素晴らしいとしか言いようがないぜ。そんじゃ次はサクッと紹介させてもらうぞ。これは海外でのアーサー王だ。アーサー王といえばエクスカリバーとか中二病をくすぐるワードがたくさん出てくる人物だからこんな感じになるよな。やっぱりアーサー王は屈強かと思いきや、これが日本のアーサー王だ。おかしすぎるだろこれは。なんで性別がガラッと変わってるんだよ。一応これはアーサー王がモチーフになっているフェイトのキャラクターで名前はセイバーだ。日本で一番知られている擬人化と言っても過言ではないな。擬人化イコール美少女化って日本の変な習慣は俺らが語り継いでいきたいよな。それじゃあラストスパートだ。次のキャラはこれだ。マリオブラザーズだ。ま、マリオがここでやってくるのか。これはどういう比較方法になるんだよ。任天堂は日本の会社だから、オリジナルは日本とさせてもらうぜ。まず今表示しているのは日本のオリジナルマリオたちだ。なるほどな。でも去年ぐらいにめちゃくちゃ強い海外映画マリオが登場してたから同等ぐらいなんじゃ。確かに去年マリオムービーが公開されて、日本とアメリカの合同作品半分以上がアメリカだったからアメリカと換算してもいいだろう。おいおい、めちゃくちゃ強い映画を手放して日本は勝負できるのか。昔に海外でマリオのアニメが放送されていたのを知っているか？それを勝負に出して今日の動画は終わりだぞ。まずはこれが日本の生み出したピーチ姫だ。見慣れたピーチ姫だな。でもこうやって見るとなかなか可愛いもんだな。しかしこれが海外によって手を加えさせると日本の完全勝利確実。対戦ありがとうございました。というわけで今回は日本と海外同じモチーフでも全く違うキャラデザたちを紹介させてもらったぜー。最初はそこまで変わらないだろって思ってたけどしっかりとお国柄とかが出て日本のアニメーションの優秀さが分かったぜ。他にもこのモチーフのキャラクターは海外と違う
ってのがあったらコメント欄で書いてくれよな。第2弾もやっていこうと思うぞ。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価もよろぽんだぜ。